会の李平氏が厳備町山屋の正吉氏に師匠を依頼し、川内の農村青年が身につけ、川内神楽として神社奉年祭などに奉納したのがその起源と言い伝えられています。大正5年には平泉町へか内からの依頼により指導にあたり、へか内に一座を組織いたしました。また大正10年には前沢町白鳥に新しい神楽が結成され、その際にも指導に当たったと伝えられています。この頃は川内神楽の全盛時代でもありました。その後戦争その他の影響もあり、神楽の時代は終わったかのように思われましたが、今日まで川内神楽を継承してきて、今になって消滅させては先輩たちに申し訳ないと、神楽を瞬時に神社奉納しながら、その火は消えることはありませんでした。現在はかつての児童たちが大人となり、新メンバーの加入など継承が続けられています。本日は源氏再興を目指す牛若丸が四国の熊山城から源氏代々伝来の兵法器多神通虎の巻物を奪い返す場面の牛若丸宝蔵破りを演じます。それでは川内神楽保存会の皆さん、よろしくお願いいたします。Thank you.
福将軍となりし、その時は
Thank you.
何時敵対可能まで、はい、おいかに牛若空中に登れども我命のあらんうち後押しとあて繰り返しおさんよのーい Yeah, okay.
ただきます。12時15分に再開の予定となります。